周走ってる、ランニングコースの映像です。横に見えるソウルさんが気になっていました。午後、友達と合流して、再びソウルさんへ。職場の人から、食べ放題になったらしいから、見てきてほしいとも言われてました。ぎょい、それにしても、懐かしい雰囲気が、お店から伝わってきます。店内は、広々しています。この焼肉プレート、懐かしいです。席は小田席かテーブル席があり、自分と友人は、テーブル席にお邪魔しました。ドリンクバー、サラダ、ご飯、スープ、アルコールがセルフとなっています。いっぱいご飯食べなくては。注文は、このタブレットでします。豚、上軟骨塩です。大好きなカルビです。三昧コースについてくるサラダです。友人がよそってきてくれたご飯です。これは、少ない。とりあえず、お肉を焼かなくては。友人とガンガン焼きます。タレをセッティング。醤油だれ、味噌だれ、レモンと、ガツガツ食べなくては。上カルビです。味噌だれにカルビをセッティング。お肉をご飯の上に乗せる瞬間、幸せです。お肉は、柔らかくて、厚みがあって美味しいです。ご飯がガツガツ進む。再び味噌ダレにつけていただきます。味噌ダレとお肉の相性抜群、たまらない味わいです。注文した、上タン、ネギ塩が来ました。テーブルの上がいっぱいになってきました。ペースを上げていかなくては。噛むと肉汁が出てきて、ジューシー感がたまらない。ガツガツ食べたい。ご飯を食べきりました。お肉をガツガツ焼きます。ご飯をよそってきました。これが自分のご飯です。美味しいお肉には、ご飯がなくては、友人には、ご飯でお腹いっぱいになっちゃうよと言われましたけど。山盛りご飯が崩れそうで、ドキドキしながら食べてます。ご飯が進む。サラダを取り皿へ。残りは友人にパス。サラダごちそうさまでした。韓国海苔とドレッシングがサラダに合っていて美味しかったです。
上タンをレモンにつけていただきます。レモンが合っていて、柔らかくて美味しいです。醤油ダレにつけて、上ハラミいただきます。上ハラミも柔らかくて、グッドです。ガツガツご飯を食べちゃってます。軟骨のコリコリ感が、いい感じです。注文した骨付きソーセージが来ました。また美味しい上カルビも、気になっていた椎茸も、山盛りご飯ごちそうさまでした。網交換をお願いしました。熱々のカルビスープ到着です。山盛りご飯をよそってきました。注文した豚ホルモン味噌です。椎茸をいただきます。椎茸の肉厚が最高でした。何を食べてもご飯が進みます。お肉もガツガツいただいちゃってます。焼肉も大量に焼いたし、ガツガツ食べなくては。お皿にストックしていたお肉、食べきりました。最高です。骨付きソーセージいただきます。食べ応えがあって美味しいです。カルビスープいただきます。
具材もがっつり入っていて、食べ応えがあります。ピリ辛なスープで美味しいです。カルビスープごちそうさまでした。ご飯をよそってきました。大盛りぐらいかな。お肉が美味しくてどんどん食べちゃってます。ソウルさんで食べてると、昔の記憶が蘇る。昔、湯元のデイリー山崎で働いてた時、オーナーに連れてきてもらったなぁ、懐かしい。ホルモンを焼かないと。ホルモンの噛み応え最高です。ご飯ごちそうさまでした。肉との戦いが終了しました。ドリンクバーからグレープジュースを持ってきました。抹茶のソフトクリームを機械で作ってきました。アイスの大きさに危機感を覚えました。まず、後ろのシールを剥がします。あとは、容器を機械にセットするだけです。抽出ボタンでソフトクリームが出てきます。必ず、機械の横にある容器を片手に。ソフトクリーム完成です。残り3個も作ってきます。食べきれるか、かなりドキドキ。すべて作ってきました。戦隊もののような5個。ここで、あと、15分で、お店が閉店することに気づいた自分と友人。ミッションモード、突入！抹茶ソフトクリームからいただきます。抹茶の味がして、食べ放題のアイスとは思えないほどの、大きさと高級感です。抹茶ソフトクリームごちそうさまです。次に、チョコソフトクリームいただきます。チョコレートの味わいグッドです。それにしても、ここまでアイスが大きいとは、食べきれるかな。友人が、冷麺を注文してたんですけど、あまりの大きさに驚いてました。食べ放題の大きさという考えは捨てた方がいいですね。残米コースだからかな。
チョコソフトクリームごちそうさまです。ミックスソフトクリームいただきます。友人に食べるの手伝ってもらえますかと言われたんですけど、このアイスの量ですよと言ったら、なんでアイスそんなに頼んでるんですかと突っ込まれました。確かに、でもチョコレートとバニラのミックスグレート。ミックスソフトクリームごちそうさまです。ストロベリーソフトクリームいただきます。いちごの果肉が入っていて自分好みのソフトクリームです。ストロベリーソフトクリームごちそうさまでした。ラストのバニラソフトクリームいただきます。濃厚なミルク感が伝わってきて絶品です。アイス5個ごちそうさまでした。お肉をかなりたらふく食べれました。幸せです。前に何回か利用させてもらっていたので、懐かしい気分になりました。また、平日のお昼は、カレー屋さんになってるらしいです。カツカレーに興味津々。また、接客も素晴らしく、タブレットやアイスクリームの機械などを丁寧に教えていただきました。では、今回はこの辺りで失礼します。